どうも、菅大地です。どうも、ひかりです。詰まったね。いや、どうもって言おうか迷っちゃってどうもね、今回はですね、静岡県にありますレンブラントゴルフクラブ御殿場にお邪魔しております。後半戦今からスタートということで、はい、前半戦のスコアは5オーバー、はい、4-1、ナイスプレー。で、チリナは、9オーバー、4-5でした。9オーバーということで、あの2人ともね、出だしこそね、つまずいて、りなちゃんは、ダブルパーとダボから始まったんですけど、まあ、そこから比べるとね、まあ、だいぶこう惜しいバーディーパットを外して、まあ、最後も、ほんとこれくらいのバーディーパットを、まさかの3パットっていう、ね、事件があったり、まあ、そして、ひかりちゃんは、2ホール目以降はずっとパーっていう、はい、ね、鳥ダボで始まったのかな。ダボ鳥です。ダボ鳥で始まってずっとパーっていう、7連続今パーですっていうことで、今日70台出しちゃうぜっていう。まあ、集中力を切らさずに頑張ると、はい、いうことと、りなちゃんは昨日なんて言ったって39出してるっていうハーフね、はいはい、後半はいいスコア出せるように頑張りましょう、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。はい、462ヤードですね。右ドッグレッグのパー5です。はい、右 OB です。気をつけてください。はい、うん、ナイス。いいじゃないですか。左のラフ。うん、ナイスナイス。アドラス。おー、いいとこ、これ。超えてる？なんか上がんない。こうか。まだかよってね。全然むずいですね。どれぐらいどうやって釣った303ヤードのパー5ですって。チャンスじゃないの？チャンスって、これ。後半もお願いします。おー、かぶっちゃった下から。おー、大丈夫大丈夫大丈夫。右キーク、行った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 。よかったよかった。よーい、フェード系で、はい、ラフだけど、いや、めっちゃいい、ナイス。結構球は綺麗ですね、トップが。いい、乗ったんじゃね？乗ったかな。乗ったみたい。どう？なんかね、ズームがね、なんともね、遅いんですよ、イカリのズームは。なんか184。はい、184。6番。はい、6番。左側のちょっと安全なラインかな。おー、ない。ちょい手前から、ナイス。ほぼ乗ったようなとこ。はい、82ヤード。バンカー手前やな。オーケーオーケー、大丈夫、バンカーじゃない。そこから得意のアプローチ。まあ、なんか上にすっぽ抜けたような感じの当たりでしたね。はい、おー、うまい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 。おーい、ナイス。おー、やったー。薄っ。イエーイ。ナイスナイス。30ヤードでした。はーい、56。得意の。止まって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 止まれー。オッケー、おー、スピンは素晴らしい。ナイス。おー、わう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 わ。オッケー、ナイスバーディー。バーディーです。出ないですかね。さあ、これは素晴らしい位置につけたよ。上りのフック、第3打目イーグルトライになります。やばいやばい。切れちゃった。はい、ナイスバーディー。ナイスバーディーです。ありがとうございます。やめてくれ的な、やばい。ね、いやー、これ入っちゃうかと。さあ、タッチだけ集中していこう。はい。あ、よ。
まあ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 、その見た目的にはそれでもおかしくない感じのね。ナイスパー、ナイスパー、いいよ、いいスタートよ。ドライバーでちょっと攻め込みます。おい、ドライバーで攻め込みます。348ヤード。いつもはね、ちょっと刻んでるホールなんですよね。おお、まっすぐ。安全方向。一緒です。狙いとは全然違う。298ヤード。乗っちゃうかも。出たいいフェード。分厚いフェードだよ、今の。おー、ほんとバンカーの方に行った。フェースにね、2秒くらい乗っかった、今。ほんとですか、うん、いいじゃない。やったー。今日 1? ね、今日1のなんか。今日初めてくらいですね。スウィートスポット。出ちゃったね、ここで。スウィートスポットだった、今。え？そうですけど、でもカシャとは言ったけど、暫定球1回と、はい、ね、あれ、ちょっと、あ、でもこっちの方がまだ大丈夫、大丈夫、大丈夫、あ、大丈夫、センター狙いがいいね、ちょっと右行きやすいし、はい、99ヤード、マイケマイケ、おー、きょ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 、よし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 、いいライン出しです。えい、39ヤード、 58?52 52? うん、58ヤード、何だ、58ヤード、なんか下くぐりすぎて、なんかバンカー、まあ、52だったらちょっとバンカー避けた方がいいよ、避けた方がいいよ、おー、わー、食われた、安全じゃん、安全、安全です、37ヤード、グリーンの真横だ、いや意外とキャリーがいかなかった、うん、ナイス、もう1ヤードいってたらよかったね、ピッチングだと、まあ3対7、4対6くらいのイメージかな、ランニングが多め、強い強い強い、とね、まあそれで 5-2 でいったらいいかもね、その打ち方できるんだったら 5-2 の方がいい、うん、打ち方自体はいい打ち方だと思うよ、低く出せてるのは、おー、だいぶやっぱ左出たね、今ね、そうですね、うん、ちょっと引っかいた感じ、いいねー、ナイスパー、ナイスパー、入れに行かないと入るんですね、よかったね入れに行かない作戦で、入れに行かないメンタルできました、うん、けい、いいパット、いい、惜しいね、ナイス、いい音したよ、今ありがとうございます、ちょっと OB がもったいなかったね、やっぱり、はい、325ヤードのミドルホールです。打ち上げております。完璧。木の右側。ナイスでーす。ナイスー。さあ、どの辺だ。この辺だと。右前に出てきたんじゃない、多分。通り過ぎてた、はい、295ヤードでございます、こんな、なんなの、ありがとうございます、ナイス、いいですね、ドライバーが戻っておられます、戻っておられた、戻っておられました、戻られた、よかった、ズーム機能はできませんがドライバーちょっと良くなってきた、意外と難しいんだよこれ、やっぱりズームむずいですね、ボールを打って、ナイスよ、すごい、ナイス、ナイス、めっちゃ飛んでる、あそこバンカーがあるんだよね、
いい当たりだったけどね。ありがとうございます。102ヤード9番アイアンで打ちます。おお、ナイスナイスナイス、よかったです。おー、ナイスナイス、お上手でした。打ち上げれて100ヤードです、ね、うまっ、うまっ、ありがとうございます。ナイスよ。ちょっと大きいですね。51ヤードで、はい、51ヤード、ナンバーでいきます。サンドウェッジです。サンドウェッジ、ちょっとショート、乗らない。60ヤード50度、左足上がりです。わー、飛んでったね。これはそれなんでサンドウェッジでやんなかったの、リナちゃん。なんかここがあの上りだというのと、まあまあその、はい、すっぽ抜けて飛ばないミスを警戒してみたいな、まあ、その打ち方ができたら、まあ、単純にやっぱ飛んじゃってるからね。テイクバックの時にハーフと思ったのに結構上がっちゃったっていうのは、ね、思ったより振っちゃった系ね。はい、あります。それは仕方ない。来た、惜しい、ナイスです。入るんじゃない。来てる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 、惜しい、ナイスタッチです。 OK、皆さん入ったのは本当ですよ。私が、たくみ先生が終わったからピンって消したら、ダイさんが打っちゃった。お先パッド切っちゃった。お先パッド光しないんで、ダイさんでもしちゃった。あ、いや。いい。いや、うまい。いい。来た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 、うわー。いいね。入っちゃった。相当なの入ったね。ダイさんさ。え、ナイスパーこれ。パーです。スリーオン。強いって。これはちょっと打ったね。行きました。あー、行く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 。これはもうちょっとチリナちゃんのスピードをやっぱ参考にしたかったかったよ。いいよ。うまっ。うまいよ。ナイスパ。今のはね、ナイスパ。時々、ほんとプロゴルファーみたいなオーラ出すんだよ。入り方が。フェアウェイセンター、黄色い旗の近くだよ。黄色い旗にズームすれば大丈夫だよ。これぐらいで。もっとズームします、まあ、できたら、できたらすればいいし、そんくらいでも全然いい。揺れちゃうくらいなしない方がいい。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、さあ、4番ホール291ヤードですね。おぉ、富士山がもうちょいでという感じ。すげえ綺麗なホールだ。おー、いいけど、ちょっと右だけど、全然大丈夫よ。バンカー入る。おー、すげえ落ちてる、すげえ落ちてる、すげえ落ちてるやん。間です。うん。間。ナイス。いやー、来てきてきて、全然。同じとこ。同じだ。右の傾斜に当たって、はい、落ちるよ、落ちるよ、落ちる、落ちる、落ちる。ええとこです。すごい、たくみ先生マジ覚えてた今。これ見てた。うん、見てた。ピンまで309ヤード。いやー、風がちょっと、そうですね、わかんないな。富士山から横風だったらドライバーじゃちょっとでかい気が、うん、左からって感じだね、風ね。そうだよね、うん、3番ウッドでまんぶりしてみるか。なるほど。あー、いいよ。あい、マジマジ、ある、いい、いいライン。風で結構流されたね。え、どこ？多分バンカーだと思う。やっぱちょっと風とぶつかって落っこっちゃった感じだな。はい、100ヤード9番。ちょいつま先上がりよ。いやー、惜しい惜しい。ちょい、バンカー手前。びっくりした。70です。70ヤード。うまっ。
おい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 、ほんと何なのよ。あ、いいよいいよいいよ、当たってるよ。ナイス。あって、すっごい打感、変な感じで打感がなかった。アゴチか。何のやばいな。そんなやばくないけどな。何も良かったけどね。ナイスー。ありがとうございます。バーディーです。バーディーです。ミヤ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 。ナイスパーです。ナイスパー。おお、強気。ナイス。はい、162ヤード。ちょっと風がむずいっすね。風強くなってきたよ。アゲンスト。そうなんだ。感じがするね。アゲンストのような横風のような。右からじゃない。でかいのも嫌だなと思って。今ね、こうアゲンストに感じるけど。うん。めっちゃ涼しいですもんね。めっちゃ涼しい。最高だよ。うん。なんか春ってぐらいの涼しさですよね。それは言い過ぎたわ。あ、言い過ぎた。言い過ぎたみたいでした。8番。8番おお、右から右から右からドーン、右手前。おーっと、風でかっさらわれた。これやばいね。左ギリセーフ。あ、さすがにそんなにいかない。こっちか。おお、距離は良さそうだな。こっちだったみたいですね。128ヤード9番やん。うまいね、打ち方が。ちょっと抑えすぎたかな。抑えすぎました。打ち方はすごくうまかったよ。抑えすぎましたね。8番もします。はい、8番。なんかついたね。ゴー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 、行ってちょうだい、行ってちょうだい、お願い。オーケー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 。30ヤード弱。56で右目に。おー、なるほど。まあまあまあ、それは、はい、これだったらなんか低めに出したい気はするけど、はい、まあ、そこはリナちゃんのイメージでいこう。まあ、それだとちょっと短い気もするけどね。悪くないけど、だいぶちょっとショートだね。半分で見ちゃって、ちょっと落としどころが悪かった。その振り幅のなんか素振りのイメージ見てたら50度の方がいいだろうなって感じする、はい、あと5メートルショートしても。おー、うまく転がしてるね。まあ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 、許容範囲っては許容範囲ですか。よっ、あーおー、最後、まっすぐ。おいー、ナイスライよ。いやー、惜しいです。まあ、振ってからです。振ってからだ。いや、なんで。じゃあ、今、2つになってない。イリュージョン。ナイスー。だからイリュージョンが起きてるって、マークが2つになってるって。いや、そのマーク取るんだ、そのマーク。危ねー。ナイスボギー。ありがとうございます。